速稼塾の久保です。いや、吉谷さんと同じでね、私がね、なんでね、たくさんのことに、気づけたのかというと、気づけたかどうかっていうレベルもありますけども、なんとなくね、こうじゃないかなって思う発想がいくつか浮かんできたのは、人から相談を受けてるからなんですよね。うまくいかない、稼げない、挫折する、続かないという形でそうご相談をいただくんですけども、はっきり言ってね、本当一言一句違わないんじゃないかってぐらい結果が出ない人って同じ質問するんですよね。だからね、例えば続かないんですとか、モチベーションが上がらないんですとか、家族がいてなかなか時間が取れませんとか、本業があるんでそっちが枷になってなかなか副業できないんですとかね、ありますけども、本当にね、同じ理由ですね、みんなね。逆に言うと、その理由がなくなれば自由にビジネスできるわけなんですよね。で、あとね、本当に思いのほかね、ビジネスって何なのかっていう、その入り口に全然立ててないなと思うんですよ。形だけ整えればいいってもんではないと思いますけども、ビジネスをしていくんだっていう時にね、少なくとも個人事業主としての、登録をするとか法人立てるとかっていうので、まずはビジネスをする箱を作んないといけないわけなんですよ。で、そこまでしなくても、やっぱりこう確定申告するなり、税金のことに詳しくなるなり、貸借対照表を作るなりとかしたり、仕入れ台帳を作ったりとか、当然いくら経費に使っていくらの売り上げを立てたら損益分岐点を超えるのかとか、それに対してどのぐらい自分の行動するね、時間を使っていくのかっていうのを、少しでもね、落書き程度にでもメモに書き留めていかないとビジネスにはならないと思うんですよ。要するに多少ですけども、プランドゥーシーチェックをしないといけないんですよね。で、数字の変化を見ながら最善をどんどん探していくって形になります。もちろんこれにはね、行動するってものが不可欠なんですよね。行動してる人は自分の行動の結果をチェックして、さらなる結果が出るものを求めていく、結果が出ない失敗例っていうのは改善するなりやめていくってことをして、どんどん進化するんですけども、なんとなくやめて、で、またなんとなくね、今度こそやりますとか言って始めて、また挫折して、いろんな理由でね、なんか体調が悪かったとか、人間関係でごたついたんでそっちの方にエネルギー取られてましたとかね、なんかいろいろ理由をつけるんですけども、結局ね、うまくいかない人ってやるべきことをやってないんですよ。稼ぎたいと思ってるのに稼ぐ道を歩いてないんですよね。いつの間にか別の方向行っちゃうんですよ。私はだからビジネスをするぞって決めて7年前ですけどもね、それ以外のことやってないわけですよ。いかそれ以外のこと破綻しても構わないと思いながらほっといてるんですよね。いや、そのぐらいこの極端にいかないと成功しないですよ。もともと成功っていうのはバランスを崩す活動なんですよね。まんべんなく全体に向けていたエネルギーを一箇所に向けて、その他のことを諦めるわけですよ。大学受験の時も私はそうだったんですけども、全てのことをやめて大学受験だけに集中したんですよ。要するに勉強しかしなかったわけなんですよね。それは半年ぐらいしたらね、偏差値は30ぐらい上がって通りますよ。大学ぐらいはそれ以外しないわけですから、読む本っていうのは漫画じゃなくてテキストしか読んでないわけですよ。通りますよね。でもこっちのことはやりながら、こっちにも調整しながら、友達と会いながら、お正月だから行ったりとか、成人式だとか言いながらね、それはなんか今までの暮らしと同じようなことをして、そこにプラスアルファ空いた時間で勉強するとか、空いた時間でビジネスするっていうんだったら、それはお金には好かれないと思いますよね。それだけをやると、何度も言いますけど、私はやりすぎて極端な話ね、自分の会社や店が潰れたわけですよ。社員も解雇しなければならなくなったわけですよ。私は自分のやりたいことをやるために、その他のことがめちゃくちゃになったわけですよね。でもそれが成功っていうことなんですよ。バランスを崩して成功した後にまたバランスをもう一回取るみたいな。で、今は完全にバランス取ってるわけなんですよね。バランス取ってるから家族も養ったりとか、この家に住んだりとかね、日々のルーチンが普通の人化してきてるわけなんですよ。朝ごはんね、食べる、6時半食べる、撮影する、で10時ぐらいに外出してなんか、お散歩するとかね、日光に当たるとか、車の洗車をするとか、庭の手入れをするとかで、12時ぴったりにまたお昼ご飯を食べるわけですよね。お昼ご飯食べて、午後からも別に用事がないんで DVD 見たりとか、 Amazon でなんか注文したりとかして、5時ぴったりにまた夕食を作るわけですよ。で、食べて洗濯物取り込んで、で寝ようかなっていうのが大体ね、6時とか7時ですよ、夜の。信じられますか？で、私はちょっと起き出して撮影を何本かしたりとか、メールの返信したりっていうのはありますけども、基本的にはバランスの取れた暮らしを今してます。それはもう成功を目指してないからなんですよ。ただルーチンの中に私はビジネスがもうかっちりと入ってるんですよね、バランスよく。ですんで、朝の5時から7時ぐらいの間っていうのはむちゃくちゃコンテンツを作ってますよね。で、FX もきちんとしてるし、
情報の集積とかメールの返信とかを一気にしてますよね。そういった形で暮らしております。まあ、いろいろと今回もね申し上げましたけども、やっぱりね、やらないとできないですよね。でやってないわけなんですよ。で私はいろんな方の相談を受けていて、吉田さんと一緒ですけども、失敗例はすごく聞いてきたんですよ。どうやったらうまくいかないか、どうやったら挫折するのか、どうやったらお金を損して終わりになるのか、まあ、ですんでその道だけは踏まないようにしたら、まあ、うまくいく道だけが残ったっていうね、消去法に近いんですけどもね。で、自己アフィリエイトをやる、元金はかからない、結果は出る。自己アフィリエイトを人に教える、元金はかからない、結果は出る。みんな喜ぶ、お金もらえる。その繰り返しで3年ですよ。それだけですよ、はっきり言って。他のことはやらないというね。他のことは自信がないからやらないと。ブログを作るときも SEO とか自信がないで、キーワードとかね、自信がないと。記事をたくさん作るのは自信がない。だから、本当にシンプルサイトを作った。ただし、数は圧倒的と。私は、だから精度の高い、少ない、いいものを作ることはできなかったけども、まあ、三流のね、ブログかもしれませんけども、それでもね、1万個以上作って、そこで商品の流通を、何億円だか分かんないですけどね、1億だか2億だか起こしたわけですよ。ね、そこで私のね売った商品っていうのは本当は計り知れないですよ。最も驚いたのが保険の S あのなんですかブログなんですけども、生命保険のね、契約を私のブログ経由で毎月7件から8件、だから金額にして200万とか300万のものが売り上げてるわけですよね、一時期ね。でこれはファイナンシャルプランナーさんがどっかの保険の会社にね、三井住友生命とかなんとか、あと富国生命とか分かりませんけども、そういう保険会社に入社して資格を取って毎日営業して1ヶ月に取れる金件数より多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから私はファイナンシャルプランさんよりも保険の契約を取るのが上手なんですけども、私は営業したことがないと。ただ記事を書いただけ。しかも記事ってのは保険のねサイトを見に行ってためになるなってこと思ったことを自分なりに書いただけというね。でそれをすごく量産しただけというね。だから私はそんなにね専門知識ないんですよ。で知識はいっぱい落ちてるんで、それを自分のサイトに、使ったというね、咀嚼して自分なりに発信したと、イラストをつけたとか、そのぐらいですからね。だからそういうふうにしてアフィリエイトに集中することで、細かいディテールの部分はね、本当に専門用語とか分かりませんけども、ただ必要な情報を載せていったという、本当それだけなんですよ。だからあっという間にね3年過ぎましたね。クレジットカードにしても、デビットカードにしても、FX の口座開設にしても、その他自動車の関係のことにしてもね、転職の関係にしても、介護の関係のことにしても、ずっとサイトってのは同じようなパターンで作っていったわけなんですよ。私の頭の中に情報はありません。サイトを作った時に私の中に情報が付随して入っただけですね、副産物として。サイトを作る前ってのは私情報ないですから、資料をガチッと持ってくるわけですよ。でサイトとかを開くわけですよ。でそこからこれはすごくいい情報だなと思ったものを順番に貼り付けて、最後にバナーを貼るだけ。本当に非常に簡単で頭使ってませんね。頭使ってないんで、あんまり細かいサイトのね成功例とか教えられないんで、量産しただけですって答えるしかないんですけどね。はい、という形でね7年経ちましたけども、この7年っていうのは私がね振り返って自分で言うのもちょっとあれですけども、すごい7年だったなと思いましたね。振り返ったらですよ、やってる時はね大したことしてないと思うんですけど、振り返ったらこんなにやったのかと思いましたよね。で振り返ったらそこまでやった人はあんまりいなかったというね。それは差別化されるわなって感じですよね。ですんでね思いますけども、量をやる人って思ったより少ないんで、量をやった方がいいと思います。質のいいことができる人っていうのは結構いるんですよ。だから質を求めていった時点で過当競争なんで、私はそこには参加しません。量をやるってことに対してはあんまり人はいないんですよ、めんどくさいから。でめんどくさいこととかがお金になるんだろうなとやっぱり思いますね。いたし